ジャック・ウィリアム・ショスタクは、アメリカ合衆国の生物学者。ハーバードメディカルスクールの遺伝学の教授、アレクサンドル・リッチ・ディスティング・イッシュと、インベスティゲイターと、マサチューセッツ・ゼネラル・ホスピタル、ボストンを務めている。テロメアとテロメラーゼが、染色体を保護する基準の発見により、エリザベス・ H ・ブラックバーン、キャロル・ W ・グライダーと共同で2009年のノーベル。 生理学、医学賞が授与された。ショスタクは、ロンドンに生まれ、カナダで育ち、細胞生物学を専攻して、マギル大学を19歳で卒業した。コーネル大学で生科学の博士号を取得し、ハーバードメディカルスクールで研究室を立ち上げた。ショスタクは、遺伝学の分野に貢献している。酵母の染色体を世界で初めて人工的に構築したのは、 彼の業績である。これにより、哺乳類の遺伝子地図の構築や、遺伝子操作の技術の発展が促進され、また人ゲノム計画にも貢献した。ショスタクの発見は、原数分裂の際に起こる染色体の組み換えや、DNA の末端の特別な配列、テロメアの機能の解明にも貢献した。近年では、ショスタクは、生命の起源の解明や人工細胞の構築に、挑戦している。 初支度は、全米科学アカデミー、アメリカ芸術科学アカデミー、ニューヨーク科学アカデミーの会員である。受賞歴は以下である。ありがとうございます。